しようかな。これ良くない？一人一人の物語なんだってさ。非常に恐縮なのですが、恥ずかしいのでお面つけてもいいでしょうか。いらっしゃい。村くね、鎮魂の夢に沈みます。まだまだ行きます。あら、村くねさん、今日はお面なしなんですね。とか言って、どうしてですか？話しかけないでください。村くねさんの素顔はいつ見ても素敵です。お面は外していた方がいいと思いますよ。だからそんなことないです。
敵
魂の夢に沈みましょう。シキ、神魂の夢に沈むっきゃないね。両部、悪の誇りを舞い掲げるわ。いざ神魂の夢に舞い散ろ。ちょっと、その手を取りなさいって。忍び転身。まさか口の中に肩を隠してるとか。なんでよ。やあ、神魂の夢に沈みます。ゲーム開始。エンドインで上がります。おかえり。これ良くない？一人一人の物語なんだってさ。恐縮なのですが、恥ずかしいのでお面つけてもいいでしょうか。いってらっしゃい。ミラクル、神魂の夢に沈みます。Yeah!
読み毎順じますわ。いざ人工の夢に参しろ。これ以上口をただ押さえると呼吸ができなくなります。読み我は飛ばしちゃうね。
四季、鎮魂の夢に沈みましょう。周りには誰もいませんね。お、それが鎮魂くん。お、ダンジェリーショップに入ってきたよ。下着にもいろいろな種類があるんですね。お、なんかこれはスクープの匂いがするよ。こっちもドキドキだよ。さっさと終わらせよーっと。よっ、そんなの何するのよ。すごいだよ。四季、鎮魂の夢、少し終わらせよーっと。お、花道、チーッス、チーッスじゃないっす。なんかすごく悪いこと考えてる顔してるっす。そんなことないっす。私はいつもこんな顔だっけ。嘘っす。考えてるっす。もう、あたしって忍び変身。ってそんなに信用ないかね。こっちだ。
ジャパニーズ忍者。あれ、それ抜けちゃったか。負けたっす。この調子でもっと刺激的なネタを集めちゃおう。これで終わりとかなんないわ。Thank you.